素直にリンゴの味を出すこととパイの風味サクサク感、要するに素材をそれ絶対に全部の素材を最高に生かすと、それを一番考えております。45年間の歴史と数千人もの熱烈なファンを持つ京都でこよなく愛されたあの加藤一二三の手作りアップルパイが今ここに復活。パリパリサクサクの自家製パイ生地とジューシーな青森産リンゴの美味しさを凝縮したこだわりの手作りアップルパイ、加藤一二三の渾身のエスプリと技術を受け継いだパティシエが本物の美味しさをこれからもずっと皆さんの元へお届けします。日本一になろう思ったら日本一のリンゴ探さなんということで、まあ、何回も青森行ってるんですけどね、そのうちはお願いして作っていただいているところには常に連絡は取って、もう気心続いてるからこっちの方も持ってきてくれます。加藤一二三の手作りアップルパイのこだわり、それはリンゴ。日本一のリンゴの産地、青森県の契約農家から産地直送、酸味がありアップルパイに最適のリンゴ紅玉だけをふんだんに使用、食べやすさを考え絶妙の大きさにカット、焼き上がった時に程よい歯ごたえを残すように銅鍋でコトコトと煮込み、さらに一晩寝かせることで豊かな風味と旨味をリンゴに閉じ込めています。ワンホールにつきなんと8個から9個分ものリンゴを贅沢にたっぷりと使っています。時間と温度の戦いなんですよね。そやから一概にね、何分経ったら例えば生地をこねて、でそこへそのバターもこねて合わせて畳んで何分置いたらいいかとか、どういうふうにしたらいいかとかいうのはね、実は決まってないんですよ。一番それに大玉を作り出さんと、材料を生かさなあかんね、職人が。加藤一二三の手作りアップルパイのこだわり、それはパイ生地。小麦、卵、バターなどいずれも厳選された材料を使用、もちろん職人による手作り、厚みや形など細部にも工夫することで外はパリパリサクサクの食感、それでいて中はふんわりな加藤一二三ならではのオリジナルパイを焼き上げています。機械にできんことができますわな。手作りというのは今言ったように、その手の職人が持っている手の感覚、それで作ったということを、そういうふうに理解してもらった、はい、長年培った技術でを生かして作ってると、機械に頼ってやってないということと違います。加藤一二三の手作りアップルパイのこだわり、それは熟練の技。リンゴやパイ生地は生き物、季節や気候によっても一つ一つ状態が異なります。それを見極めてレシピを微妙に調整していくのが熟練の技。長年の経験で培われてきたベテラン菓子職人の熟練の技が一年中いつでも変わることがない本当に美味しいアップルパイを作り出しています。やっぱりこれを待ってくれてはるお客さんがおられると、そういう人に対して裏切れないでしょ。きっちりと同じように手間かけて、要するに手抜かへんことですよ。絶対に手抜かへん。食べ比べてもうたら分かります。もうこれ以上のものないでしょうね。これやっぱりせっかく自分がこの間作ってきたものをね、継承してやろうという人が出てきたんやから、それはありがたいことです。教えるのはね、そうやね、せいぜい最初の3から4、5まで。あとはそれを言うてもうた人が自分なりに研究して積み重ねていって、その人を追い越した時に初めてこれ伝承ですよ。それはもう職人冥利につきますね。家族団らんの食卓に、記念日や大切な人のプレゼントに、そして子供から大人まで誰にでも喜ばれる手土産におすすめです。加藤一二三の渾身のエスプリと技術を受け継いだパティシエが本物の美味しさをこれからもずっと皆さんのもとへお届けします。